毎朝配達しておりますひるくサッカーアカデミー、私受講生の井上真と申します。そして今日もこの方に来ておいたんです。ウィーン、どうも直見歴里です。いや先生よろしくお願いいたしま す。プロサッカーデータまで乳製品アレルギーでもございます。先生に今日もお話を伺っていこうと思っております。さあ今日の特集は、本日はね、J リーグファンにお伝えしたいメッシのプレーなんですよ、ね。おお、あえて J リーグファンにっておっしゃったのに何か意味がある。もちろんございます。楽しみですそれは。はい、はい、じゃあ早速黒板の方を開けていただきたいと思います。はい、こちらですと出ました。ね、これでもちょっとねチラッとわかるかなと思うんですけど、一番真ん中にね、はいはいはい、10番キャプテンバルセロナのメッシいますけど、J リーグファンこそ知るべきメッシの歩き、歩きと戦術眼、ほう、引き算のポジショナルプレー、超面白そうじゃないですか歩きと戦術眼、引き算のポジショナル、はい、はい、そうなんです。なるほど。ちなみにこのね、この間ですね、週末のところで、セビージャ VS バルセロナという試合がありました。はい、ありました。先制したのはセビージャだったんですが、結果的に2対4でバルセロナが勝ちました。そうだったんですね。はい、ちなみにその4点なんですけど、はい、メッシ、はい、メッシ、うん、メッシ、はい、メッシがハットトリックして、はいはい、なおかつ、はあ、メッシアシストもスアレス、いやすごいことになってた、ね、なんでメッシさん、3ゴール1アシストです。はあ、そしてですね50度目のハットトリックだそうです。50度目の50回目のハットトリックだそうですすごいことですね。そうなんですね、ただですね、やっぱり皆さんやっぱメッシってすげえよなって思ってるかもしれないんですけど、はいはいはい、よく考えるとですね、よく見てみると、はい、メッシさんねプレーしてるそのキーパー除いてのフィールドプレイヤー20人いるじゃないですか、はい、の中で、一番ですね、歩いてます。あ、なんかよくサッカー詳しい人はメッシはサボり方がうまいとか、はい、なんか言いますよね。そうなんです。ただね、歩いてサボってるんじゃないんですよ。あ、なるほどなるほど。でこれ、あ、このセビージャ戦でこれ面白いシーンあったなと思ったんで、持ってきてみました。いやー、その中にいろんなヒントが隠されてあるある、びっくり。見終わった頃にはちょっと語れるようになってる。そうなんです。で、なんでそして僕が J リーグファンに知っててほしいかってこともだんだん分かってくる。あ、分かりました。なんでまずね最初は、はい、いや海外のと分かんねえよっていう人にこそ、知ってもらいたい。いや、お願いします。はい、ということでまずこちら行きましょう。出ます、こちら、ドン。はい、はあ、なんだこちらですね。前半にセビージャが、1点取ってで、で次ですねバルセロナがっていうところのシーンがあるんですけど、はいはいはい、今ね左ボールを持ってるのがラキティッチというラキティッチですね、はい、選手なんですが、はいはい、うん、真ん中にボール見ていただ真ん中に目線ちょっと映していただければ、はい、なんか紺色のマークでなんか僕表示してるものがあると、うん、はいはいはい、あと赤色の表示をしてるものがあると思います、はいはい、紺色で表示しているのがですね、うん、これメッシさんですね。あ、メッシさんですね。メッシさんです、はいはい、もうあの今日のこの動画通じてメッシのことをメッシさんとずっと言うと思います、はい、継承を込めてってことですね。わかりました。で、セビージャの選手が一人メッシさんのマークにつこうとしてるんですね、はい、ずっと、うん、そんな状態です、はい、ただですね、ここからメッシさんポジションをずらしますもうメッシでよくないですか。そうですね、メッシずらします、はい、メッシずらしますでしょ、はい、メッシずらします。はい、続いていきます、はい、こちらです、はい、ドン。はい、1秒後なんですが、セビージャのディフェンダーがメッシの前に来たんですよ、うん、おー、ボールとの間に入った。そうなんです、うん、そうすると左で今ラキティッチがボール出そうとしてるけど、知ってますね、うん、そう、普通に考えたらこれでメッシを封じてるんですよね。そうですね、もうメッシには出せませんよこれは。そうなんですよ、うん、でよく見るとね、こうラキティッチの前にはそのクロスに対応するためのディフェンダーが1人いますよ、はい、そしてゴール前には、はい、それこそセレッソ神戸戦でもいましたけど、いや3人ね、そう、もう、もうね、これ出しどころないですよ先生。無理じゃんって話じゃん。僕ラキティッチだったらもう戻しますよ。しかないっすよ、やり直しです。ただバルサは違うんです。そうでしょ。さあ見ていきましょう。本当に、はい、続いてこちらです。1秒ずらしました。1秒だと上げてる、はい、あ、なんか入れてる。ボールをずらし、うん、ボールを出しましたが、はいはい、なんとですねメッシさん、うん、メッシさん、あえても言います、メッシさん何したのか、はあ、あの後ろに歩きました。はい、パスコースほんとやや作れてる感じですね。そうです、これね、ディフェンダーがブロックに来てたので、うん、メッシはあえて後ろに戻ること、バックステップすることで、はあ、ちょっとだけボールのコースを作っちゃいました。はい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 。で今これ26分今12秒13秒14秒と1秒のコマずつで送ってきたんですけど、なるほど、この1秒後、このクロスボールを、左足でメッシさんは当てます、そのまま、ボレーシュートになり入りました。嘘でしょ。あ、見たダイジェストであのシーンだ、はい、入ったよね。
それの3秒前あんな状況ってこと？なんでたもう瞬間的に言うと、4コマ漫画でいきますね。12秒ディフェンダーがやってくる、13秒、メッシの前についた、塞がれる、メッシやべえ、14秒後ろに歩いてみる、はい、ラキティッチからちょうどボールが出た、26分15秒左足でボレーシュート決まる。いやこの4コマ漫画で決まりました。本当だね、今の4秒間でお分かりかと思いますが、メッシさんがやったことは、はい、後ろにポジションをずらすのです、うん、はいはいはい、歩いただけです。ある種警戒されてボールの方に入られてるから、ディフェンダーは背中向けてるから見えないもんね。あの足し算して自分がこうガッと行くんじゃなくて、前に出ていくんじゃなくて、いやそう、後ろに戻る引き算やったんですよ。なるほどなるほど。ただ、はい、日本人ってよくあるのが、うん、スピードもプレーも全体的に技術力に関しては、はい、もう世界のトップレベルとそんなに遜色はないんです。先生いつもそうおっしゃいます。そう、はい、よくあのトーレス選手とか、うん、ジョー選手とかもよく言うんですが、うん、日本人選手は速すぎるんだと、うんうんうん、前に行きすぎるんですよ。ああ言ってた、あの対談で言ってたね。そうです、うん、だからこれもし日本人選手の場合、今のメッシだったら、うん、こう今バックで戻ってきたっていうのがあったけど、うん、日本人の場合はよりゴールに近づこうとするので、うん、このディフェンスラインを突破しようとしちゃうんですよ、うん、はい、わかります、はい、でもただ今ね、マーさんからも言われた通り、うん、いわゆるクロッサーのアキティッチの前には、うん、一人 ね, そうですね、もうブロックする担当がいて、さらにゴール前にも3人4人といる状態なので、はいはいはい、別にねそのクロスボールに対して一人こうダーッと飛び込む人がいたとしても、うん、ディフェンダーはついていけるんですよ、はい、なんで奥に奥に侵入することによって、うん、確かにボールとゴールの位置は近づくけど、それによってゴールの可能性を下げちゃってるんですよ。はい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 、ディフェンダーにとっては意外と怖くないんだね、それはね。そうなんです、だからサポーターとかファンとかもいわゆるゴール前に近づけば近づくほど、よし可能性があって、いや思っちゃう思っちゃうよ思っちゃう、うん、実はあれは下げてる可能性もあるんですね。なるほどね。そうなんです、すごい恋愛みたい。押すだけではダメですよとすごいね。でもそのふっと下がってとか、それはラキティッチも共有してるわけでしょ、 その感覚をね。そうなんです、メッシがちょっとずれるの分かってるから、このタイミングでずれると同時に出してるぐらいでしょ、これ変な話。そうなんです、だからお互いのもうあうんの呼吸でやってるんですね、うん、はい、しかもそのパスとシュートのまあゲロ吐くぐらいの精度でこれは得点になるんですけど。そうなんですよ。はあ、曲芸ですね、ここまでいくとね、この一瞬のやりプレーってね、はい、はい、で続いてですね、はい、バルセロナの2点目のシーンもちょっと見てみたいなと思うので、はい、ちょっとこちらご覧ください。こちら、はい、はい、うん、こちらでございます、うん、今ですね、あのバルセロナがいわゆるセビージャのところまた攻めてる状態にはなるんですよ、はいはいはい、でこのシーンなんですけど、うん、セビージャのディフェンダーがゴールキーパーにバックパスしたんですね、はい、でこの今またねコンでついてるメッシさん、はい、マークのところはメッシさんなんですけど、うん、はい、このメッシさん今度はダッシュでゴールキーパーに対して、はい、アプローチをします。あ、はいはい、ただフォアプレスですね。そうです、プレスをかけるんです、うん、ただ、ここのね画像で多分ご覧、もう勘のいい方お気づきだと思うんですけど、うん、なんですか、これもちろんゴールキーパーが、まあ、もちろんね、パスに失敗したらメッシボール奪えるけど、はいはい、もうすでにオフサイドラインにいますね、どう考えてもね。そうですよね、ディフェンダーのかなり後ろにいる状態になるので、うん、ディフェンダーの後ろにいる状態になるので、はい、はいはいはい、でなんで次のシーンもご覧ください、はい、こちらですね、もちろんゴールキーパーが、はい、今度はパス出しして結局パスミスして、バルサがボールを、ね、奪うことになるんですけど、メッシさん一回走ってゴールキーパーまで行ってるじゃないですか。そうですよね、オフサイドラインよりも後ろにいたので、うん、メッシさんは戻らねばなりません、戻らねばありませんよね、はい、メッシさん、いや敬語、歩きました、敬語おかしいですけどこの文字もそのぐらいの敬意を込めてこれお作りになられたってことです。そうです、あの、ね、一応動画で出せないからちょっと画像でってことになるので、はい、なるほど、はい、オフサイドラインから戻るためメッシさんは歩いてお戻りになられてます。はい、その感じよく見るかもしれない。これあのよく日本人だったら、はい、あのちゃんと律儀だから、ちょっと走っちゃうよね、走るじゃないですか。確かに確かに、でも結局ディフェンスラインっていうのは下がってくんだもんね、じわっと。そうなんです、でただこれもぜひこのね、はい、セビージャバルサ戦を見てもらいたいんですけど、うん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 、66分42秒でプレスした後、はい、44秒でこのディフェセビージャのディフェンスラインは今もちろん、はあ、もう姿勢からも分かると思うんですけど、はいはいはい、みんな走って自陣ペナルティーエリアをカバーするために戻ってるんですよ。そうですね、確かにそう
ですね、全員走ってるんですよ審判含め、はいはいはい、ただ一人メッシさんのみ歩いておられます。そうなんでメッシさんだけいつもタバコ買いに行くみたいな感じね近所にタバコ買いに行くみたいな姿勢の時ありますもんね。そうなんです、はい、だからメッシさんってこれ国際のラインから戻るってところから、はい、プレーに関与しちゃいけないので、これいわゆるディフェンダーの頭からメッシさんが消えてるんです。あ、そういうことか。オーラをふっと消してる要素も出てんだこれ。そうなんです、効果もあるんだ。だってディフェンダーからすれば別に今メッシに来られたところで、うん、オフサイドもかかるから審判も分かってるから無関与ですってポーズでもあるわけね、これはね。そうです、うん、しょうがねえなーみたいな。そうか、じゃあオフサイド的な感覚が強いディフェンスラインの人っていうのは無関与の空気出したら消えるわけね、存在として。そうなんです。うわ、忍者だ忍者。だから、うんうん、これって要はなるほどね、これってサッカーの本質とはちょっと違うじゃないですか、うんうんうん、日本人が思う。そうだね。だからこれってずる賢さなんですよね、はいはい、うんうん、ここが日本人ちょっと足りない。まずそのね、態度が悪いって怒られるから指導者に、子供でこれやったらこれやっちゃいけない、はいはい、ただ、うん、ディフェンダーからすればこれやばいですよね、うん、一瞬メッシが消えるんですよ。これ技術だね。技術なんですよ。これを消す癖逆につけてないとディフェンス的には無駄なラインコントロールしちゃうじゃない。しちゃうんですよね。これやばいですね。なるほど、これちょっと本能に訴えてんだね、ディフェンダーの。そうなんです。おー、ということで、ね、次のシーンいきましょう。はいはいはい、はい、次こちらドン。約3秒後のシーンだ、ね、はいはい、はい、先ほど、ずっとね、うん、赤いマークつけていたのがこちらでも表示されている、はいはい、4番の選手になるんですが、ディフェンダー一気に戻りましたよ。戻りました。でメッシさんも歩いて、はい、バルサの方に戻ってきました。いい位置にいますね、はい、どう考えてもいい位置にいるんですよ、はい。そしてなんとディフェンスが誰もいないんですよ。なんとメッシさん歩いて戻ることでノーマークになりました。そうか、透明人間になってるんですね、はい、あの時は。でさすがでもセビージャですよ、はいはいはい、1人今一番右で、うん、あ、やべえ、メッシさんノーマークだって5番ですね、5番の彼ですね。5番がちょっと見てますね。あれあれやべえ、戻ってこないと。みんなはでもやっぱね、ボックス入られるとこですからボール見てますよみんな。でスワレスもいますし、はい、左ですから、ラキチですからね。そうです、回ってきてますから。そうなんですよ、はい、コーチーニョかな、コーチーニョか、そうだ、これ今ね、うん、あのクロスター1人いるのでデンベレかながいて、はい、でスワレスやってくるわけだからそこケアしなきゃいけなくてってことで、頭の中でマーカーが1人ずつ切り替わってるんですよ。あ、なるほどなるほど、そういう瞬間なんだねこれね、はい、うん、一番すげえやつが一番穏やかにあそこにいるんですね。そう、明らかに、そしてこのゾーン14にいるんです。いや本当だ。でちなみにですね、この3秒後の話をこのままするんですが、はい、このデンベレ君からボールがそのままメッシさんに渡りですね、はいはいはい、決まります。なるほど、決まるんだねこれね、はい、でこの後ろからやってきたディフェンダーもどうにかメッシさんにあと一歩のところまで食い下がるんですが、はいはい、一歩届きませんでした。なるほどなるほど、はい、これまたスアレスとかコーチングとかもいるから ね、 もちろん ね、 ね、この抑止力もあって。そうなんですよ。なるほど。でこの歩いて戻ったずる賢さがメッシタイム、はいはい、なるほど、メッシタイム、はい、うん、歩いて戻ったことで急いでね、この自陣に戻ってきたディフェンダーとのギャップが生じて、はい、でボランチラインもやべえ、メッシさんいるやないか、ええ、気づくことなくというか、一歩遅れさせることでメッシさんは自分の時間と自分のスペースを保った上で余裕で決めると。しかも先生あれですよね、これ結構繰り返してるわけでしょ、はい、だから体力もそんな消耗してないわけよね。そうです、戻ることに関しては。そうそう、はいはい、だからよくね、これこそ J リーグとかでやったら、それこそ、ね、さっきマーサー言ったように、はいはい、ふてくされたりしたらダメだって言われるけど、これ演技と考えたらどうですか。本当だね、オフサイドライン超えちゃったよ、くそー。で歩いて戻ってたらディフェンダーもあいつバカだな、はい、あれ俺後ろ取られてる。でも、もちろんそんなことは分かってるわけですよね、狙いだって。セビージャ側もあのリーガーもみんなみんな分かってる。だけど結局これ周りにも支えられてるわけですよね、このプレーっていうのは。でセビージャすげえ兵隊が突っ込んでくるから、はい、しゃあないよね、しょうがない、反射として。だってこれもし、うん、例えば今このセビージャの4番の選手、うん、もしずっとメッシだけについてたとしたならば、はいはいはい、うん、スアレスに裏取られて決められるんです、うん、そうだよね。だから要はスアレスが出してくる迫力のテンポオーラと、はい、メッシが出してくるテンポとオーラが逆取ったりしてるわけでしょ、一瞬に。そうなんです。だからどっちついていいか分かんないし、どっちもケアできないし、どっちかケアしたらどっちかにやられるという。そうなんです。恐ろしいですね。恐ろしすぎるんです。うわ、恐ろしいですね。で、はあはあはあ、さらにそれをよくこのねバルセロナで、感じ取った上で、もうスペシャルパスを出し続けてたのが、はい、今神戸にいるイニエスタっていう選手なんですね。はあ、なるほどね。
いやだから超簡単になんか簡単な風に言うけど、もしですね神戸の古橋選手、彼それ足めちゃめちゃ速い選手じゃないですか、彼が歩くとかずる賢さっていう特殊能力を一個身につけたら、あのリーガの上級いけますよ。てかむしろ神戸自体がリーガで戦ってもおかしくないレベルまでですか、レベルアップします。でもこの歩くっていうのも一つの芸だから、はい、その一歩のなんていう速度だったり、はい、狙いどころだったりやっぱあるわけでしょ。そうなんです。経験に裏打ちされたそのね、はい、もちろんね、もう17年もやってきてますからっていうところではあるけど、狙って歩いてるんでしょ。そうなんです、うん、だから日本人がまずこれも J リーグサポーターの方々にも知ってもらいたいのは、例えばよく歩くんじゃねえ走れやとかもいろいろありますけど、 あります、ね、あえて歩いたりだとか、そうか、そういわゆるそのオフサイドラインを超えるとかっていうズルみたいなことはしていくべき、はいはいはい、そういう選手が生まれたらそこに対して批判するとかではなく、はいはいはい、なぜ彼がそういうアクションを取ったのかっていう裏の思考回路を読み取った上で考えることができるようになれば、はい、この国全体のサッカーはより面白く見られるようになるかなと思うんですよね。あ、おみそれだ、面白いね、はい、そういう駆け引きのゲームなんだね。そうでございます。でみんな必死になるシーンだからこそ、そこでふっと力を抜くことが一つの、ね、ポジティブな行動につながる。そうなんです。これが、あえて引き算をすることによって優位性を保つという、引き算のポジショナルプレー。素晴らしい。でございました。先生よ、先生。ありがとうございました。僕一回 J リーグ昔広島にいた頃、佐藤久人選手が、オフサイドライン超えてんのに歩いて戻ってんの見たことあるんですよね。もうそういうことですよ。彼もだからよくあったのが広島時代だったの、はい、駒野選手とか青山選手からボールを引き出す動きとかが上手かったんですけど、はいはい、要はこのメッシの動きにちょっと似てる形ですね。狙いがあったってことですもんね。 でも自然にその後見てるとディフェンスラインに吸収されて抜かされるんですよ。そうなんです、ね、全体的にそういうズル賢さっていうのがあるかないかだけでだいぶ変わってくるし、はい、上背があるからいいとか、はい、フィジカルが強ければいいっていうわけじゃない。いわゆる、はい、走らなくたって、はい、フィジカルコンタクトなくたって得点は取れる、うん、なるほど、まあ、全員がやってちゃダメですけど ね、こういうスペシャリティを持った選手がそういう役割としてってことですよね、はい、いやー、ありがとうございました。サッカーって先生面白いですね。面白いですね。いろんな役割が、はい、いやー感動いたしました。はい、これはちょっと注目してセビージャ戦ちょっともう一回見てみたいな。注目してみてください。いや先生最高でした。ありがとうございました。今日もありがとうございました。毎朝配達しておりますミルクサッカーアカデミーでございます。ぜひチャンネル登録していただきつつですね、いいねボタンなどで応援していただきますといろんな方と共有できると思っております。ツイッターもやっておりますのでぜひよろしくお願いしますということでございました、はい、ね、というわけで明日の朝もいろいろ教えてください。はい、はい、よろしくお願いします。そしてバルサはですね、うん、今回クラシコかなこの週末、はい、ありますので皆さん見てみてくださいね、楽しいと思いますので、そっちも楽しみにしましょう。はい、はい、よろしくお願いします。ミルクサッカーアカデミー井上真でした。ノーミルク佐藤でした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。